さんこんにちは、プラハでピボです。今私はですね、プラハからだいたい東に30キロほどのところにありますネフビズディという小さな町の外れに来ております。ここにはあるモニュメントがあり、今日はそのモニュメントに関係するお話を動画にしたためたいと思います。そのモニュメントというのがこちらにあります。チェコ語で書いてありますね。ミースト・セスコク・パラシューティスト・ヨゼファ・ガブチカ・ヤナ・クビシェ・ロック・1941というふうに書いてあります。こちら1941年12月29日の2時24分という、記録が残っておりますけれども、イギリスに亡命しておりましたチェコ軍ですね、ヨゼフ・ガプチック、そしてヤン・クビシュがパラシュートにてこちらに着陸した場所になっています。2人を乗せた飛行機ですね、ハリファックスはイギリスのタングミア空港を12月28日の夜10時に飛び立ちました。夜間飛行ということもあり、またナビの不具合から本来の目的地とは、異なった場所に着陸することになってしまったわけです。その着陸の目的というのが、アンスロポイド作戦の実行だったわけです。第二次世界大戦中、英国政府とチェコ亡命政府が計画実行したナチス高官暗殺作戦。保護領総督ノイラーとの融和的政策を不服としたヒットラーが、よりラジカルな政策を進めるため副総督に任命した人物、ラインハルト・ハイドリヒ。ユダヤ人問題最終的解決の最高司令官的存在で、就任するとすぐに多くの逮捕者と処刑者を出した。そしてこう呼ばれるようになる、プラハの逆殺者。1941年10月3日、暗殺実行日を10月28日、チェコスロバキア独立記念日に設定し、実行者としてヨゼフ・ガプチクとカレル・スボボダが任命された。しかし、スボボダは訓練中に負傷したため、ヤン・クビシュに交代する。そして、アンソロポイト作戦というコードネームで、12月29日2時24分に着陸したのは先に述べた通り。ネフビズディの他の場所にも彼らの記念碑が設置されています。史実をもとにして撮影された映画でよくわかります。そちらをご覧ください。地元の人に助けられ、プラハのレジスタンスとコンタクトを取ることができました。はい、今私は関橋という、ね、橋を渡っています。映画、ハイドリヒを撃てですね。ガプチークとクビシュがプラハに入るときに渡ったということで撮影された橋になっています。実際ここはプラハじゃありません。もうね、あっちの方にドボルザークの生まれたネラホゼベスというちっちゃな町がありまして、ここからもネラホゼベスのお城が見えます。しかしこちらの橋をですね、撮影場所として使いました。はい、こちらがですね、ビスクプツォバー通りと言います。こちらの通りの一つの建物がですね、この角の建物なんですけれども、モラベッツファミリーが住んでいたアパートになっておりまして、こちらの方でかくまわれておりました。入り口のところにはモラベッツ家にまつわる記念プレートがついておりました。そしてハイドリヒの行動パターンや実行現場に適した場所を綿密に調査します。
ハイドリヒは執務室のあるプラハ城に住まず、プラハ北方約20キロのところに立つパネンス系ブジェザニーに住みました。そして運命の日がやってきます。はい、今私はホットコフィサーディというトラムの停留所のそばにおります。映画、ハイドリヒを撃てではこちらの場所が襲撃現場、暗殺現場として撮影されたところです。実際はこちらで、暗殺事件があったわけではありませんが、現在の、現場は当時と似ても似つかぬ姿になっておりますので、非常に似たところをまた、使ったわけですよね。それではね、実際の現場の方に行ってみましょう。当時とはですね、だいぶ変わってしまいましたけれども、まさにこの辺り、このカーブしているこの辺りが暗殺現場、ちょうど自転車を置いたであろうと思われるところは今は地下の道路になってしまっています。現在は高速道路と連結しておりますこの大通りなんですけど、この大通りに沿った場所にパラシュート部隊を記念する記念柱が立っています。去年ですけれども、ヤコブ・マレックという建築家の学生が、壁画を描きました。さあ、飛行機で着陸、パラシュートで、飛んできました。パラシュートから、かくまれるために、仲間と落ち合うために、ボヘミア・プラハの方に逃げていくわけですよね。そしていろいろと物資をかき集め、計画を練っていくということです。そして現場となった場所がビホバ・テルナ、ちょうど今私がいるところです。彼らは、かくまわれていた場所から自転車で現場まで出かけてきまして、毎朝通勤してくる、ハイドリヒを待ち受けておりました。メルセデス SS3 という、ナンバープレートのメルセデスにラインハルト・ハイドリヒが乗ってきまして、ラインハルト・ハイドリヒは赤色で紹介されています。ヨゼフ・ガープチークが花刀と思いました、ステンガンは玉詰まりし発砲できず、最終的にヤン・クビシュが投げ入れた手榴弾で、メルセデス・ベンツ等はですね、爆破されました。それによる怪我で最終的にはラインハルト・ハイドリヒは6月4日に亡くなっております。で、ここは最後が教会のクリプトで亡くなりましたという壁画ですよね。ラインハルト襲撃事件後、ナチスは執拗な捜索を行いました。そして多くの者が捕らわれ処刑されます。コビリシというエリアに来ています。19世紀の終わりには軍の射撃場として使われていた場所ではあるのですが、第二次世界大戦中、ナチスドイツに、占領されていた時には処刑場として使われていたところです。この奥の方には記念碑がありまして、ハイドリヒ暗殺後、ハイドリヒ暗殺に協力した人々もですね、処刑されております。5月30日からですね、7月、3日だったかな、3日までほぼ毎日のように処刑が行われまして、少なくとも500ほどの人々がこちらで処刑され、その人たちの名前、年齢が
記されております。先日投稿しましたリディツェ村破壊もその報復の一つです。さあ、前方にあります建物がキリルメトディウス教会、ツィリルなんていうふうにも呼ばれますけど、あの教会の、クリプトにパラシュート部隊7名が隠れておりました。6月18日の朝からですね、ナチスドイツ軍がこの教会を包囲し、そして、パラシュート部隊との銃撃戦が始まったわけです。ナチスは1000万コロナの懸賞金を出し、密告者が出現するのを待っていました。そしてメンバーの一人でもあったカレル・チュルダが裏切り、彼の知っている全てのことを打ち明けてしまったのです。6月17日、ゲシュタポはアジトを提供していたモラ・ヴェッツケを探り当てます。マリエは青酸カリを飲み自決。パラシュート部隊と連絡を取り合っていたアチャは執拗な拷問を耐えきれず、隠れ場所を告白してしまいます。こちらが7人が隠れていたクリプトです。ヨゼフ・ガプチーク、ヤンクビシュ、彫刻が、ね、あります。7人の ここは階段ですね。この上に石板があったわけですけど、その石板がこちらにあります。